화타에는 여러분 쇼 18쇼 15세트 から 20세트 までです. 선문석의 예수와 弟子たちに言われた. 兄弟があなたに対して罪を犯したなら 行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら 兄弟を得たことになる。聞き入れなければ、他に一人か二人、一緒に連れて行きなさい。すべての事が二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも、 聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を違法人か徴税人と同様にみなしなさい。はっきり言っておく。 あなた方が地上で繋ぐことは天上でも繋がれ。あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で 心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。 3つのポイント、要点をちょっと考えてみたいと思います。まず、まあ、兄弟、人とちょっと喧嘩するというか、考え方が変わらないでちょっと問題が起こりました、という場面を想像してみてください。 まず、してはいけないことは、やってはいけないことは一つ。その人の悪く言わないでください。人の悪口を絶対しないでください。あなたとあの人の意見が合わないでも、ちょっと問題が、 あった、としても、その人を悪く言わないで。これは、まず、第一のポイントですね。人の悪口を言わないこと。それから、二番目は、その人と仲直りできるように許し合って、 また、お互いに、また、心の平安を感じられるために、他の人、友達、二人、三人でも、連れて行って、また、グループで、話し合ってみてください。落ち着いて、喧嘩ではない、祈りながら。このような話、 が非常に大切でしょう。喧嘩になりましたら、それ何もなりません。ただ相手の心を傷つけるだけです。ですから、二人三人で落ち着いて祈りながら、平和的に
話し合うこと、その問題を解決できるように。それでも、その人は、悪いことしていて、そしてまた誰も、聞けないならば、教会の方にも、相談して、聞けないなら、例えば、同性愛とか、夫婦でないのに、一緒に生活しているとか、一つの例ですけれど、その他いろいろあるでしょう。罪の状態に、住んでいるにもかかわらず、誰も友達の話も、教会の話も聞けないで、全く神様に、背いていることになるなら、それではもう、そのイエス様の言葉を借りると、その人を違法人か、徴税人と同様に見なしなさい。いわば、もう、昔は、また、聖書の中に、アナタマセッという言葉があって、もう、地獄に行くことになるでしょう。もし、神様の憐れみを求めなければ。それは第二のポイント。それに関して、また、ちょっと思い出しますけれども、イエス様は、聖ファスチナスに現れたとき、言われました。人が本当に罪を、どんなに大きな罪でも、数多く罪を犯したとしても、本当にその、悔い改める心あるならば、私は喜んで許してくださいます。でも、その人は、そういう心がなければ、どうしても、正義の、入り口を、通らなければならない。正義のドア、正義の入り口というのは神様の裁きを受けること。これはちょっと怖いですね。それから3番目は、ちょっと明るい場面ですけれど、2人3人私の名によって集まれば、私はそこにいると。確かに、個人的に神様と心静かにして話すことは素晴らしいことです。大切なことです。同時に共同体、人と一緒に祈ることも大切です。一つの例を取り上げましたら、例えば、糸、一本あるとすれば、それだけではあまり力がない。でも一本の糸ではなく、何本も、一緒になって、それもやっぱり力がありますね。縄になりますね。同じように、イエス様は2人3人、私の名によって集まるところには、私はその中にいる。大変いいですね。この三つの点、覚えていらっしゃるでしょうか？もう一度、耳を傾けて、お聞きになれましたらいかがでしょうか？では、また、この次、お会いしましょう。ご健康でありますよう、心から祈ります。では、さようなら。